中華人民共和国古期多の通り山県の建物に書かれた政治的スローガン。男女平等、生男性女順その自然とあり、出産時に男女を専攻しないように呼びかけられている。スローガンとは、企業や団体の理念や運動の目的を簡潔に言い表した覚えやすいく、標語、モットーのこと。理念や目的には、政治的なもの、宗教的なもの、 商業的なものが含まれ、政治家が自らの政策をアピールするときに用いる感銘な文もスローガンと呼ばれることが多い。商業上のスローガンは普通、日本ではキャッチコピーと呼ばれる。語源はゲール語で時の声を意味するスルーアゲムで英語に入り、スローガンと変化し、現在の形であるスローガンへと変わった。スローガンには街頭のポスターなどで、 人々の目に入るキャッチコピーから集会で群衆が叫ぶ掛け声までその形態の幅は広い。スローガンは韻を踏むなど口にしやすく、簡素でわかりやすい反面、詳細な意味を入れる余地はほぼない。このため、公の場で討論に使ったり、講演会で聴衆に語りかけたりといった用途よりも、人々が一つになった姿を社会に印象づけ、 自分たちの主張を訴えるために使うことが多い傾向にある。スコットランドの紋章記述においては、紋章の上部にスローガンと呼ばれる言葉が書かれることがある。紋章下部の巻物などに書かれるモットーの場合は、ラテン語句など様々な起源の言葉が用いられるが、それぞれの種族の用いるスローガンは、戦場での時の恋にその起源を持つと考えられている。ありがとうございます。